皆さんこんにちは。今回は自爆少年花子くんに登場する花子くんのファンアートを作ってみました。作業時間は12時間くらいでした。最初はグラブブラシを使って形を整えていくよ。顎のラインや後頭部のシルエットをざっくりと作るのだ。あと横幅が大きくなりがちなので横からグラブブラシで押さえる。少し整えたらリメッシュしてスムースをかけるのだ。耳は別オブジェクトで追加。耳をくっつけて作ると調整が難しくなるのだ。顔だけでバランスを整えるのは難しいのでなるべく耳や首も作っておきたいのだ。また解像度を上げてリメッシュ。参考画像を見つつ目の大きさを意識して作っていくよ。口はこの時点では場所を決めるくらい。目の位置にマスクをかけて W 長押し、フェイスセット、フロームマスクを使うのだ。オートマスキングでフェイスセット、フェイスセットバウンダリーを駆使して目の形を作っていくよ。大体の形ができたら目を描くのだ。スカルプトモードの色塗りは頂点がたくさんないと綺麗に塗れない。だいたい 0.01 を上限に作業しているのだ。バランス、雰囲気をつかむ上でも色が塗ってあると作業しやすいかも。ただここら辺からなんか似てないという悩みがつきまとうのだ。帽子、髪の毛をちょっくら追加するのだ。帽子はマスクを使って形を作るよ。髪の毛はカーブで追加していく。髪の毛をこの段階でもっとたくさん追加しておくべきだったのだ。終盤までなんか違う、似ていないという思いがつきまとう要因だったかもしれないのだ。ミラーはハードオクスというアドオンの機能を使って追加しているよ。目が少し大きいので修正。はい、それではここから体を作っていくのだ。細かいところは後で調整するので、とにかく全体の形を作ることを意識するのだ。基本的にはグラブブラシで引っ張って、リメッシュ、インフレート、そしてスムース。これの連続で大体の形を作るのだ。手を作るときは親指とその他で分けることが多いのだ。手は自分の手をよく眺めて作るよ。靴は苦手なのだ。苦手なのはあんまり作ってこなかったからなので、なるべく作るようにするのだ。大
体の形を作ったらリトポ。ここはシリンダーをシュリンクラップを使って貼り付けようとしている。最初はざっくりと、後で辺を追加していく作戦なのだ。指はどんなトポロジーがいいのか全然分かっていないのだ。今回は八角形で指を作ってから隙間を埋めていったのだ。今回はパーツごとに分かれているので、そこまでトポロジーも気にしなかったのだ。アニメ調キャラクターの目はどうやって作るのがいいのかいまいち分かっていないのだ。顔の UV だけ手動で配置して、残りの部分は UV パックマスターに詰め込んでもらうのだ。全く説明を読んでいないけど、ポチッとするだけで簡単なのだ。 UV 展開する前に細かなアイテムを作ってしまうよ。選択してポチッとするのだ。ここからは色をつけていくよ。漢字を上手に書くのは難しいのだ。目元に書く資料をよく見ながら書いていくよ。Thank you.
まつげがなかったので追加。顔のメッシュをコピーして作るよ。服のつなぎ目の部分きっちり分け目がつくと気持ちいい。少し服にシワをつけていくよ。髪の毛をちょこちょこ足していくのだ。髪の毛はもう少し早いうちに作り込んでおいた方がイメージがつかめてよかった気がするのだ。顔に赤色を足していくよ。顔ができてくるとだんだん作っていて楽しくなってくるのだ。今回はボーンを入れて少し動かしてみるよ。ダンクトラックでニョロニョロした動きを作っているのだ。ここはシェイプキーを追加して無表情と笑った顔を作っているのだ。正面から後ろ髪が少し見えるように髪の毛を足しているよ。ここで大雑把にボーンを入れるのだ。少し雑になりすぎた気がするけど、ちょっと動かすだけだから大丈夫なのだ。アニメーションは手を上げて戻すとか、顔を上げて下げるとか、そのくらいのシンプルな動きをつけているのだ。ちょっと背景を足します。
はグリースペンシルを使って描いているのだ。ラインアートも追加しているけど、重たすぎるのでレンダリングの時だけ表示するよ。これで完成です。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。それじゃあまたね。